皆様お疲れ様です。おはようございます。ここ一の宮城です。本日はウィザイスに対して紹介です。よろしくお願いします。名古屋本線からウィザイスに乗り換えるわけなんですが、このように大きな文字で行き先表示が書かれているので、迷うことはありません。初心者の人でも安心してください。チャート案内図を見れば誰でも簡単に乗ることができます。10時58分、森上駅か。ちょっと気になったところがありまして、列車の向かいは島なんですよね。つい先まで対馬だったからな。1月30日にダイヤ改正がされて1日後に撮影しているので、まだ運転手さんも慣れていない部分があるんだなということを感じました。無事幕のところも森上になりましたね。私が乗るのは10時58分森上行きの列車です。つい先まで一宮から対馬まで15分間かけて運転だったんですが、ダイヤ改正により日中10時から14時まで一宮から森上で通常の15分間隔、森上から対馬が30分間隔になってしまいました。日中10時から14時台まで森上から対馬間を利用する人があんまりいないということなんですかね。都市連載はやっぱ15分間隔から30分間隔になるのは結構でかいですよ。本当にバスの区間に乗っている人たちの人数も見ながら乗っていきましょう。こちら普通森上行きの列車です。終点森上まで各駅に停まります。ちょっとお腹が空いたんでこのおにぎりを食べます。岐阜駅の方にあるファミリーマートで買いました。めちゃ美味しかったです。列車一宮出発です。ふと JR が見てみたら特急人がいました。遅刻表を見てみたら特急人は富山行きで大井一宮を通過する便でした。これぞまさに特急という感じがしますよね。理財線の話に戻りまして、森上までの停車駅の案内です。観音寺、狩安家、双子、萩原、玉野、山崎、森上の順に停まってきます。列車は狩安家を出発し、次は双子に停まります。ここは萩原駅です。列車ここはマリッシュの行き違いを行うため、停車しています。乗車率は、私を決めずに言うと2両目に2人いますね。1両目は誰もいません。まあ、ちょっと遅れたようで、列車は萩原を出発し、次は玉野に停まるようです。まあ、1分遅れでの発車となりました。まあ、多分大丈夫でしょう。山崎駅を出発したとかですね。やば、本当運転手さんのワンマン運転ってかわいそうですよね。本当ドアの回転を兼ねてるし、運転も兼ねてるっていうね、もう本当にね、まあ、遅延したら結構きついですよね。そんなことを思いました。いや、運転手さん、車掌さんは乗務員さんにお疲れ様ですとおっしゃいます。ありがとうございます。到着の列車は19分発の一宮駅の対馬駅の時刻表を見てみたら、っていう風になりました。10時台は1時間1本しかありません。なぜだ。ダイヤ改正ということで当たり前ですが、やっぱりいろんなことが変わってるんですね。対馬駅の列車は比べてあと15分もあるので、まあ、駅構内っていうか、まあ、ホームとかの見学してみたいと思います。かつてはね、この駅にも特急、急行、実況といった列車がね止まっていたんですが、車の影響によってもう普通しか止まっていません。こう思うとね、やっぱ寂しくなったものですよね。ここは一番線のホームなんですけど、使用していませんという文字がありました。ただ一番線のところにトイレがあるので、なんだかなという感じがしました。改札付近のところですね。森上駅は稲沢市にあるところで準主要駅として活躍しているみたいです。もう少しで対馬駅の列車がやってくるんで、3番線に移動したいと思います。小さな文字でこんなものが書いてありました。10時から14時まで毎時19分49分発は一宮駅は3番線から発車しますと書かれておりました。対馬駅の列車が来ました。この先上丸口、丸口、藤田か僕は町方、対馬の地に停まってきます。扉が開いたので乗っていきましょう。列車は森上駅を出発です。乗車人数なんですが、だいたい10人といった感じなんですよね。これはね、ちょっとね、30分間隔に納得っていった感じです。しかし突如として伏線になりました。ネットの情報によりますと、バナイ信号所から対馬駅のバナイ信号所で伏線化されているとのことでした。ではね、この列車に乗って各地に行きましょう。列車は対馬出発、次は藤波に停まります。ついでに行ってきました。この列車は鞘が始発の列車です。鞘から北吉島まで行くっていうね、ほんとすごい列車ですよね。北地目地ら辺で結構ね、たくさんの人が乗ってきたんで、駅に近口まで通るといった感じですが、まあ、ご了承ください。急行豊橋行きの列車に乗り換えです。対馬線がね、どうやら1分ぐらい遅れていたようで、普通北吉田行きの列車を待ってからの発車となるようでした。ちゃんとね、接続を取ってくれるのは嬉しいものです。ありがとうございます。今日はここ少しまでの紹介にしたいと思います。今日は三崎線対馬線の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらご視聴、ご覧いただければ低評価お願いします。チャンネル登録したけど動画のヒットになります。よろしくお願いします。
セキュアチンソーズで、イフラックベストライティング、イフユーシンクイズポリックベストライティング、プリーサスカイトゥーザーチャンネル、ステイターナーツマスディア、グバイ。明日は名古屋本線リアマン線の紹介です。もしかしたら地下鉄の予想をお届けするかもしれません。ありがとうございました。